春の雨です。ハシビロさんです。たくさんパイナップルを植えてみました。パイナップルはね、結構お金になるんですよ。このパイナップルをたくさん植えてお金稼ごうと思います。それから右上の方見ていただけるとわかるんですけども、前、800円ぐらいしかなかったのがですね、もうですね、22万9000円ですね、お金貯まりました。だいぶ頑張って稼いでます。では家畜に餌をやってですね、今日はですね、公園を作っていきたいと思います。あ、今ちらっと見えましたけど虹が出てますね。雨が降るとですね、結構ね、虹出るんですよ。でしかもリアルなことにですね、時間によって虹の出る方向が違うというですね、結構リアルな、作りなんですよね。で豚さんも、新しくですね、白黒ブチの豚さんを入れたりですね、ダチョウさんも入れました。橋本さんね、昔子供の頃農店ダチョウにつつかれたこと、痛くなったことがあります。虹綺麗ですね。虹ここからだとよく見えます。とっても虹さんは綺麗ですね。ではちょっと、家畜に餌をあげてお魚を釣っていきたいと思います。アコウダイですね。これクエで、今作ってます。ついにですね、クエで必要なんですけども、シュモクザメを飼い始めました。もうすでに水族館みたいになってきてますね。シュモクザメ飼ってます。あとはウツボとかですね、釣れるものはどんどん釣っていきましょう。あ、クエスト終わりましたね。新しいクエストが発生しました。また株作らなきゃいけないな。ハリセンボンみたいなフグも釣ってですね、高級魚タイも釣ります。それではですね、あ、まだあれかな、餌あげてない、鳥さんがいるかな。茶色い鳥さんはね、まだいますので、茶色い鳥さんに餌をあげて、であとですね、このウサギが、三色ウサギが面白いですね。三毛猫みたいですね。ちょっと大きくして見てみましょうかね。三毛猫みたいな、ちょっと顔を放ってる顔を放ってるやつもいましたね。ほんと猫みたいな、三毛猫みたいなウサギですね。ここからも虹は綺麗に見えます。さてと、餌をあげて、でですね、ちょっとね、工場というかですね、製造所、加工場とかですね、街並みを変更しましたので見ていきたいと思います。新しく買ったのはですね、この牛乳を運ぶための、三輪トラックでしょうかね、を買いました。支店今変えてみ、ました。あ、支店変えてみるとですね、あれですね、街中本当に歩いてるみたいな感じがしていいですね。でですね、いないんですけども、一応番犬小屋作りました。犬飼えるといいんですけどもね、番犬小屋を作っております。それではこのままちょっとね、本当に街中歩いてるみたいな感じがするので、このままの視点で歩いていきます。ついにですね、町役場を作りができました。できましたけどもですね、ちょっとね、視点変えてみると意外とちっちゃかったです。クレーンあるんでもっと大きいのができるかと思ったんですけど、ちっちゃかったですね。ちょっと中入ってみましょう。相変わらず異次元空間に入ってですね、こんな感じで5部屋ありますね。この床の感じ好きだな。この床の木の床の感じ好きなんで、橋広さんの家はこの木の床にしたいなという感じですね。壁もね、ベージュだと綺麗な感じがして、ドアは白ですけども、橋広さんは茶色の方が好きかな。そんな感じですね。結構細長い部屋ですね。こっちはまた例によって台所みたいに使うところなんでしょうかね。必ずこの部屋ありますね。橋広さんの家にもありました。でね、ベッドもね、必ずついてるのかもしれないですね。でもこの部屋ずいぶん細長くて、ちょっと使いづらい部屋ですね。うん、町役屋だとしたらね、書庫みたいな感じで使えるのかもしれないですけどもね。で、出てみました。それからまたね、いろいろ作ってるんですよ。町のシンボルというかですね、スカイツリーみたいな感じで、灯台作りました。陸上に作ってるんだけども、ちゃんとね、海があって、海の中灯台があります。で見るとですね、ちゃんとね、あのライトがね、ぐるぐる回ってます。で、お家類はこっちの方に全部まとめました。住宅街を商店街の後ろに作った感じにしています。結構ね、同じようなプレハブの家もいくつかあるんですが、でね、この組み立て中のお家も中に入れるお家ですね。
今組み立て中でございます。ここも誰かが住めるお家です。この辺はあのコピーのお家ですが、でちょっとね変わったお家があります。ツリーハウスってやつでしょうかね。ツリーハウスをここに作っています。ちょっと変わった人が町外れに住んでる、そんな感じのイメージで作っていますね。こんな面白いうちもあって、これもね中入れるんですよ。でここのスペースですね、一番いい見晴らしのいい高級スペースなんですが、ここにはですね、一番いっちゃんいいうちですね、いっちゃんいいうちを、建てたいと思います。今のところはこの現代風のコテージ、ちょっとお金がないですけども、が一番高いうちなのかな、いっちゃんいいうちなのかな。ここにですね、一番いいお家を作って、某、お世話になった YouTuber のお家として、プレゼントしたいと思います。まあ来てくれはしないんでしょうけどもね。でいよいよ、公園を作っていきたいと思います。初めはねこの形の公園作ろうと思ったんですが、ちょっとねやっぱりスペースの効率が悪いんで四角い形にしていきたいと思います。このアスファルトの道をですねちょっとずらしまして、四角いスペースを作っていきます。こうやってね一回作ったものも移動できるんでね、すごく経済的ですよね。でこのナッツの販売所、ナッツの市場もですねちょっとね一時的にずらします。このナッツの屋根あれですね、なんていうか脳みそみたいでちょっと気持ち悪いですね。橋本さんも好きじゃないなこれな、橋本さんはちょっとこれ気持ち悪い感じがするのであっち寄せときましょう。で、アスファルトのうちを、どんどん道をですね、ずらしていって、ちょっとこのテントは、内側に、入れときましょう。あとここをずらして、これでこっちの隅は完了と、あと、対角線のですね反対側のところを、綺麗な四角の形にすれば、公園のスペースは完成ですね。これを映せばあれかな、完成かな、完成しました。ではちょっと2箇所、余分な場所があるんで、ここはねリサイクルで壊してしまいます。ガチャンコと、綺麗になりました。で結構広いスペースになって、使いやすくなったかなと思います。でね公園といったらですね、橋本さんはねいつも思うんですがですね、噴水ですよ。噴水、公園には噴水がある、そんなイメージがあるので噴水を探します。ありました噴水ありました。これをね作っていきたいと思います。お魚のオブジェクトだ。しびろさん大好きなお魚のオブジェクトですね。いいですねこれね。いやこれはいいわ。ここに移しましょうね。ここに作ります。あ、お魚の口から水が出るというですね、なかなか洒落た感じですね。いやいい感じです。あとどうしようかな、公園だからベンチが必要ですね。ベンチを作っていきましょう。噴水を見ながらですね、読書したりとかですね、ご飯を食べたりとかですね、お弁当食べたりできるようにですね、噴水が見える位置に2個作るかな。で、あれだよね、もうちょっとあるよね、もうちょっとあの公園にはベンチとかあったりしますよね。じゃあ、この辺ですね、ちょっとトイレの隣で臭いかもしれないけども、この辺にも作りましょう。ベンチは4つ、なかなかいい感じになってきたかなと思います。さて次はどうしようかなと思ってるんですが、何か公園らしくなるものを、石のベンチはもう普通のベンチ作っちゃったからいらないかなって。あれ？ビーチタオル、あ、時々あれですよね、公園にあのシート引いて、子供遊ばせてる人いますよね。そんなイメージでビーチタオルをちょっと引いてみましょう。向きどうしようかな、向きちょっと迷うとこですね。向きどうしようかな、この向きがいいかな。ビーチタオルを引きました。こんな感じですよね、日曜日の公園って感じになってきました。さてあと何作ろうかな、何を作れば公園っぽくなるかなっていろいろと見てみますが、ちょっといいのがな、あ、そうだそうだ、公園といえばですね、何々公園とかっていう看板ありますね、案内看板、これを作りましょう。案内看板、そうですね、橋広公園とでも名付けたいところですけども、
今は名前を入れらずに、ただ看板を作っています。さて次はですね、遊具みたいのがあればいいんですよね。公園ですからね、子供が遊んだりみんなが遊んだりする遊具みたいのがあればいいんですが、ちょうどいいのがないので、とりあえず木かな。木がもう植わってますよね。あの木陰があるように木もあったりなんかするんで、とりあえず木も植えてですね、遊具ですよね。なんか遊具いいのないかなと探してます。ちょうどいいのなら、バーベキューとかもねいいかもしれないですけどもね。どうしようかなと。イースターバニー、これも遊具ってことじゃないし、どうしようかなと思ったんですが、ここにですね木製ボートってのがありますね。別に海も川もないんですが、ボートがあるっていうですね、これを遊具、乗って子供がねこう乗って、遊ぶ遊具というふうなイメージで、作っていきたいと思います。向きはこれいいかな。これもやっぱり、これもやっぱりあれですね、池に浮かぶような格好になるんですね。面白いですね。灯台と一緒だ。それであとはどうしていこうかなと思うんですが、なからでも形になってきたなと。でも花壇とかありますよね。花壇とかありますよね。ちょっと花壇を作りましょう。花壇はね、あっち側の道の脇にもありましたけどね。同じ感じで、雨降ってきちゃったな、雨降ってきちゃったけど、作ろう。花壇を作りました。2つ花壇を作りました。あと何があるかなと思って、地面、そうですね、地面は何にしようかな。これ、土壌ってどんな感じになるのかな。板じゃないしな、土壌、土。グラウンド風にする、グラウンド風にするというのも一つの手ではありますね。あれ、これなんだ。あ、これいいね。これ入り口に作りましょう。これなんか入り口っぽい感じがしてなんか面白いんで、パーゴラパスってやつですかね。なんかよくわかんないけど、さてそれではまたちょっと地面をどうしようかなと思うんですが、フラワー、これなんかシンボルっぽくていいですね。これちょっと一つだけ作ってみようかな。意外といいかもしれない。いいかもしれないですね。ちょっと可愛い感じがして。他の場所どうするかですよね。他の場所、これ土壌、なんか泥っぽい。雨降ってる人から泥っぽく見えますね。なんか汚い感じがしてちょっと嫌だな。じゃあやっぱり土かな？どうしようかな。やっぱり土かな。土ちょっとつけてみますか。ああ、そうかそうか。一回ここリサイクルして元に戻して、それから土を選択すると。どうかな、どうかな。なんか違うな。なんかやっぱりでもあれですよね、公園って言ったら芝生って感じでしょうかね。そうすると芝生だな。芝生、雑草だらけのところが全部芝生に、変わっていくっていうですね。やっぱりいいじゃないですか、芝生ね。芝生の上ゴロゴロ寝転んだりなんかして、気持ちいいですよね。芝生、サッカーも芝生でできますしね。ボール遊びとかできる。こんな感じでいいかなと思いました。あとはちょっと公園の周り、ちょっと飾り付けをしていきましょう。綺麗なね、いろんな色の石でこう周りを囲めるみたいなんで、これでね、公園っぽくなんか飾り付けをしていきたいと思います。この高さのないこう塀というかですね、境界線ってね、非常にね、どこの向きに作ってるか見づらいんですよね。ハシビロさんの置いた目には非常にこの小さいものが見づらくてですね、今は順調に作ってますけども、ちょっとこの辺で見えない、間違っちゃったね。ハシビロさんの置いた目にこうやって直そうとするとね、なかなかそれが選択できないんですよね。ちょっとイライラしますよね、こういうとこね。
うまくその線の部分だけね、区切りの部分だけ選択されるような、形になればいいんですけど、四角マスそのまま全部選択されちゃうんでね、すごく分かりづらいんですね。そこがちょっとやりづらいとこかなと思います。まあ慣れてくればいいんでしょうけど、まだねあんまり橋宮さんもいろいろ作ってるわけじゃないので、ちょっとね見づらいですね。夜になっちゃったけど、夜の雨、夜、そうですね、工事とかね、人がいないときに夜の間に一気にやっちゃうっていう、そんな感じでですね、夜通し、作業をしているとこです。公園の範囲はこの綺麗な碁石みたいなですね、区切りで、5色の、季節変わっちゃった。作業してるうちに季節が変わってしまいました。夏ですね、夏の雨、夕立というか朝立ちでしょうかね、なかなかあれですが、日が出てきて、太陽の日が出てきましたが、こんな感じ、こんな感じでどうかな、こんな感じで、なんかもうだいぶね、こうやって視線変えてみると公園っぽいですよね。あ、ここどうしようかな、ここも、ここも枠作っとこうか。うん、どうでしょう、視点変えてですね、見るとですね、なかなか公園っぽくなったと思いませんか。なんかね、ちょっと橋広さん嬉しくなってきました。ちょうど朝日が入ってきてですね、公園を照らしているわけなんですけども、夏の朝ですね、日中は暑いから朝の涼しい時期に散歩する、そんな時の公園の感じですね。ちょっとね、場所がちょっと狭い感じですね。一つ植木鉢をどかしましょう。そうした方が空間的に広々としていい感じかな。そうですね、ちょっと広めな公園になった。これで公園出来上がりかな。どうしようかな。花の模様をどこにするかっていうのもちょっと考えどころだったかな。まあここでいいか、ここがセンターみたいな感じですね。置いてあっていいのかな、ちょっとアクセントになっていいのかなと思います。さて、これ寝れるんですね、ベッドみたいにね。びっくりしました。ビーチマットは、ね、ビーチタオルか、まあね、お昼寝できます。あー疲れたって感じですね。反対側もおそらく、あ、ちょっとあれ、ちょっと間違って、あ、おっと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 、やばいやばいやばい、ちょっと間違って選択して間違って工事をしちゃった。ちょっとどうやってなるのかな、これでいいのか、あ、うん、これでいいのかな、うん、向き直しました、ちゃんと直しました。朝日が昇って夜通し作業をして疲れたので、ちょっと横になっています。こっち側もやっぱりね、ダブルベッドと一緒ですね。ダブルベッドと一緒の感じで、寝たり2人分寝たりすることができますね。あ、こんな感じでね、うん、なかなか面白い、うん、きっとはあれですね、ベンチとかも座れるんだろうなと思いますけど、ちょっと時間がねもうだいぶ経ってしまったので、今日はこの辺にしていきたいと思います。朝日を浴びて公園が完成しました。どうもありがとうございました。橋広さんでした。